タレントの武井壮が29日、TBS 系情報番組、サンデージャポン、毎週日曜10時から11時22分まで、に生出演。強制わいせつの疑いで書類送検され、無期限謹慎処分となったアイドル。グループ、TOKIO の山口達也と共演した時の印象を語った。武井壮山口が司会を務めていた NHKE テレ、R の法則、毎週月から木曜18時55分チルダ、で共演していた武井。現場ではお酒という感じはなかった、と言い、いつも楽屋に、今日もよろしくね、って来てく。出て、素敵な爽やかな先輩だったので、未だに信じられない気持ち、と心境を明かした。また、日本テレビ系、幸せ、ゾンビーガール、毎週火曜22時チルダ、で山口と共演していた元衆議院議員でタレントの杉村太蔵は、何にも普段と変わらなかった、と最近の共演時の様子を告白。メンバーの城島茂が時を復帰はありえないと話したことにも触れ、事実上の引退という可能性もあるなと思う、と話した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。